うわ、車と。ああ、そうそう。そうだ、あなたには情報グレネードという最強のアイテムがあるんだから。さあ、それの上位互換が使えるんだったら、そういえば。何それ。前使ったのがそれなんだよ。うん。使ってたね。情報グレネードがさ、あ、間違った。爆発範囲しかいかないからさ。あ、何、範囲をもっと広くできるみたいな。いや、その範囲の狭いバージョンだね、情報グレネードは。ああ、なるほどね。あんまりそのアイテムを消耗しちゃうから、ちょっと節約版みたいなものね、情報グレネードは。なるほど。まあ、敵が少ないところならドローンを動かしやいいんだけどね。まあ、その方が早いよ、多分。うん、おっとっと。はい、ここを調査するのです。はい、あ、まあこの程度なら降りるときエスケープ押したんだよね。あそこにいるのは一般人か。あ、200m の敵を倒してな。こいつはどう、アルファ。190もうちょい離れよう。まあ、こんなもんか。サブついてんだからこれ。そう、俺もないがしろにしてるけど、ちょっとチャレンジをついてんな、進めないと。リロードせずに SMG または HDG で敵を4人排除する。 SMG か。はい、なんかいい装備あったかな。 SMG、 SMG ブルパップ。 200m あと1人だ。リロードせずに4人か。オッケー、俺に4人倒させろ。発射すればパンパンパンってできる。そうだね。こいつやるわ。ダメです。バカ野郎お前。俺が4人やるんだ。それ俺の 200m。 あ、ごめん。屋上的やったのかと思ってた。あ、てかもうちょうど4人しかいねえからいいよ。はい。と思って、あ、持っていたわ。あと2人だ。リロード厳禁です。こいつちょっとやらせ。ああ、下っちゃった。あ、降りちゃった。降りちゃった。降りちゃった。ダメだ、俺のもんだ。降りちゃった。4人か。200名。この3人全員やっちゃおうかな。どうぞ。一般人に当たっちゃいそう。まだ、まだ、びっくり、まだ。よし。これでよし。で、今のうちに次のチャレンジをチェックだ。あ、なんだこの。ひたすらに SMG をよ。お。お。お。200m やってるから俺は満足。よくやった。なんだあ、タボールだ。タボールゲット。あ、でもタボールってこの前どっかで手に入れたな。レベル高いからいいんじゃん、多分。で、アリスとガートルードって人に話しかけるんだけど、多分その住宅にいる二人のことだ。とりあえずインフォメーションマーク取る。グレートデイ。もうアタッチメントしかなかった。じゃあお話ししてみよう。ああ、AK だ。こんにちは。暗くないこの部屋。ああ、言ったんか。薬がいるのはあんたたちか。驚いた、アリスビー。素敵な人が来たわよ。助けてくれるって。ええ、ガートルート、お薬ですって。お口を開けて舌を出して。困ってると聞いてきたんだが。私は見てもらおうかしら。ガートルート、ダメ。けど、誰も来ないのよ。いい、材料は必要だけど、私たちは。そう。
ある意味軟禁中なの。外に出たらバンバン殺されちゃうわよ。その材料とやらを取ってきてほしいんだ。ええ、それが一番だわ。デッドスターっていう特別なキノコが何個か欲しいの。森の中にある高い崖に生えてるわ。つまりスマグラーコーブス、ワイルドコースト、ホエラーズベイ、わかるでしょ。調べてみよう。あとは二人で楽しんでてくれ。絶対やべえキノコだよ。二人で楽しんでてくれても何なの。何なの薬中だよ。舌を出して口の中になんとかみたいなことする。ちょっと俺ついていけなかったよ。俺デッドスターなんてキノコだぞ。やべえやつだよ。デッドスターデッドスター。まあ、あ、そうそう、うん、もう一人。あ、二人とも聞くのこれ。あ、奥にいる人がアリス。あなたがアリスだっけ。あ、アリス B。 アリス B。 あ、まあ、あ、この人にデッドスターを届けりゃいいのね。ただ、はあ、4.5 キロじゃない。違うか、そっちじゃないな。これね、高いだけっていう情報しかない。その情報しかない。本質情報がない。高い崖、多分この辺じゃないと勝手に。さすがにこの辺じゃないと困るけどな。この高い崖なんていくらでもあるでしょ。うん、たくさんある。多分目立ったキノコが生えてんでしょ、この辺に。まあそういうこと。探し探してみよう。あからさま崖っぽいの来たけど、この辺でしょ、多分。絶対この辺でしょ。高い崖の自然環境、高い崖、上か下か、どっちだ。話で高い崖の上ってなかった。じゃあ上行こう。登れんのかな、これ。あ、ここは登れそう。ワイルドランズの頃から思ってるけど、ジップライン使えればいい。ジップライン、うん、めんどくさいよ、ね、ないと。上に敵いるから倒しとこう。どっから行った。え、ここ普通に登れる坂だったよ、左側は。は、は、先に行け。はぁ。俺今めっちゃロッククライミングしようとしてたもん。黄色になってんじゃん。大丈夫、一人だけ重装備がいてビビった。あ、あ、ただこんなところにキノコは生えてね。でも崖だよな、ここ。うん、崖でしょ。キノコのこのこ、どこだ。あ、ヘリの音する。ちょっと2人いたからちょっと20秒以内2人。うわ、はい、さよなら。さよなら。日常だな。日常でヘリが墜落するとは。でも高い崖の自然環境、ここは見るからに自然なんだけどな。多分これね、うん、このアイテム目的で、このアイテムを探すという目的でやるクエストじゃないと思うんだけど、見つけたらあの人に届けようねみたいな、そんぐらいの、そういうやつこれ、感覚でいたいんだけど、これまたね、あの、押しちゃうからね、スケジュールを。スケジュールこっちやってみない？これは、あの、ジーサス・モリソンっていうミュージシャンが、うん、ウルブスの拠点に配属されたスパイのレイシー・ペナーから情報を受け取るための助けを必要としている。この情報はセンティネルとの戦いで極めて重要だ。これはまあ多分制圧っすね。ちょうどいいやん。制圧したかったところだな。
ちょっと暴れ足りなかったか。暴れちゃダメだけど。暴れちゃダメだけど。だって、宝の地図手に入ったわ。こっちは収集アイテムだよ。その宝の地図わかんないんだよな。地図ちょっと。わかりにくいんだよな。難しい。革命の歌。革命の歌。レボリューションね。なんだっけ。なんだっけ。いや、そのレボリューションの人。レボリューションの人。そんな人いたっけ。なんだっけ。なんだっけ。わかんねえ。なんだっけな。だって海岸から突撃しようか。いや、あれ。知らん。ここマダガスカルみたいな世界の。ああ、いたね。地球儀持ってる人。最近話題のねえ、あのジョーカーとかいう。違うか。映画。若干似てるけど。ピエロの格好ならみんなジョーカーなのか。それだわ。あれここ全然敵いなくね。一？赤いもや。あまあ。十いるの。二人。と。二十分以内切る。おっとっと。あと一階かなこの建物。車両が来てる。車両が二台。車両来んな。来やしない。ここにスナイパー。三。お三人もいる。下のやつ殺したら上にバレるよな。上からやるべし。うん。これは右の建物を制圧する。はい。あ、近接キリしちゃった。これじゃチャレンジできねえよ。うわぁ、ああ警戒してる。よしよしよし、危ねえ。意外と弾が落ちなくてビビった。あ、待て待て待て、こっちにいる敵が警戒してる。まだ俺はバレちゃいない。こっちにいる敵を。はい、誰もいない。はい。おお、あ、いてててて、殺害現場を見られそうになった。通信兵倒した。はいはい。こいつがいなければこっちでも。はい。結構ご利用した感はあるね今。でモリソンはまたこの上の方。お、うん、あら、なんか死体を見てる敵いない。一人気のせいかな。嘘、なんかいる。いや、だい、あー、こっちの敵は動いてるだけ。 あ、全然いねえわ。あ、こっち前やっちまおう。オレンジの方で目的地。うん。敵は二人だけいる。やるわ。強強武器落とさねえかな。お前その頭出しで見てくんなせこい。危ねえ。あ、情報マン。こんにちは。いや、怖がらないでくれ。情報を提供してくれないか。それで全部だ。ありがとう。その話だ。おお、なんだ。ドローン壊した。はい。敵対するドローンじゃなければ破壊する意味は特にね。あ、素材もらえ、もらえね。いや、今もらったか見てなかったけど。多分ね、敵対ドローンもしくは無人ドローンもしくはウルブスの飛行機、うん、もしくは敵のヘリコプター、そんぐらいじゃない。ちゃんとしたパーツが取れるのは。この人か？モリソン。はい。リクエストはできるか？悪いが、引くのは自分の曲と決めてるんだ。才能のある人間がなんでこんなところに。長くて悲しい物語があるのさ。そんなことより、俺はジーサス・モリソン。君は何を求めてここに来たんだ？水で薄めた安酒とよどんだ空気、他に何がある。
島民からあんたが特別な曲を弾いていると聞いた。俺の曲はどれも特別さ。この世の名曲と呼ばれるものには必ずメッセージが込められている。あんたの曲にも何か込められているのか。俺は名曲しか弾かない。だからイエスだ。とはいえこのところファンたちも気分が沈んでいるようでね。新しい曲を書こうとしているんだが少し行き詰まってる。何か手伝えることは？ああ、ある。レイシー・ペナーという共作者がいるんだ。俺にインスピレーションを授けてくれる女性だ。今はグリーンバイパー基地に隠れている。彼女の作品を手に入れてくれないか。わかった。こっそり行けばいいんだな。ああ、俺は割と目立つからな。君の忍びの技で見つからずに済むならありがたい。それにうぬぼれるつもりはないが、ここにいないとファンが騒ぎ出す。俺もあんたのファンを悲しませたくはない。なんとかしてみよう。お願いあっち行って。それ忍びの技か。そんな期待しないでほしいな、そっちの方面は。忍びか。場所があっちか。シリウス居住区。歩いてでも行ける。敵に気づかれずに進めて。そっか。気づかれずにっていうのはさ、キルはしていいのかな。さすがにいいでしょ。あ、バレないところでキルして処理する分にはいいのか。うん。敵の数次第によっては例の物を使ってもらおうか、偵察用に。ああ、例の物に。ワザップサーチ。ワザップ。なんだこの人。あれ多分台風来るから避難しに。こんなところに。アウロアに関係があったか。指輪サーバーだから、ね。わ、なんか敵がいそうな。割とすごい雰囲気あるぞ。あの監視塔のやつはやっちゃおうか。はい、はい、あとは偵察グレネードを放り込んでやる。はい。いや、でもあれ高い位置からやんないとダメなんだよ。え、待て待て、そこモヤがある。ちょっと待って待って、ウルブズじゃねこれ。あ、ウルブズだ。もう声がちょっと他の兵士よりなんか、なんつうの、ダース・ベイダー感があった。こう。こう。あの、マスクにこもってる感じの。あ、はいはいはい。ちょっとね、こいつがいるからね、この監視塔に登ってグレネードっぽいっていうのも、なくはなかったけど。まあ、無理に減らす必要もないが、うん、こっちの監視塔にもスナイパー。地上にいる敵をキルするのはちょっとこうハットだな。もう完全にあからさまに一人にいるやつじゃないと。うん、あ、無人機もある。これもうドローンだけで全員サーチできるんだろう。できるね、できるね。あの、めんどくさい人のための偵察グレネードだからきっとあれ。おちょ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 。いや、ちょっと倉庫覗こうとしたら、はぁーとか言われて。お前ら。お前ちょっと言う。はい、やり直します。ほら、ドローン来たぐらいで何騒いでんだよお前。いや、きっとね、俺はあなたがやらかしてくれると思ってたよ。はい。おお。ほう、いいんじゃね。手前が一部ハイライト。あ、オッケーオッケー。とりあえず監視念のために左の監視塔のやつは俺がやりに行く。うん、頭しか見えねえ。よし、あそこのやつもやれるな。あれ、これサプレッサーついてる。音サプレッサーっぽくないそれ。うん、めっちゃでかい。そうです、パーン。バゴン。
バーコン。え？マイチャレンジ。あと一人砂で倒すだけだ。あいつをやれ。柱に当たりそう。つかウルブさんの拠点ってなんかいつもやかましいよね。うん。なんか常に音鳴ってるもん。これ待てよ。ここから入るのは賢明か？どっか。おっと待て待て。車両。なんか来てる。あっぶね。ウルブズじゃねえじゃんお前。これ。問答無用で入っていくもん。センティネル。仲いいのか。